マダムゴ・ディン・ヌーは、南ベトナムのゴディン・ディエム大統領の実定である、大統領コモンゴ・ディン・ヌーの妻。本名は、チャンレスアン。フランス領インドシナの首都ハノイで生まれる。父親は弁護士で、母親は現長第9代皇帝ドンカインの、遠赤という上流階級の家柄であった。高校卒業後に、国立図書館で勤務し、第二次世界大戦中の百四十三年に、 後に、南ベトナム大統領の顧問になるゴディンルーと、結婚した。結婚後、夫に合わせて仏教徒からキリスト教徒に改修する。幼少時から生涯を通じての親友は、日本人女性だったと明かしている。アメリカのリンドン・ビー・ジョンソン副大統領と第一次、インドシナ戦争における、フランスの敗戦で、ベトミン軍が、笛市内に進駐。 ベトミンと敵対したフランスやその区別となっていた現状と関係が深かったため、反ベトミン派とみなされ、彼女を含めた一家は4ヶ月間軟禁されて、1日上2杯のみの食事という過酷な待遇を受け、さらに長兄一家は重殺されてしまう。この軟禁中の待遇が彼女を強烈な反共産主義者に仕立てていったとされる。1955年に、 夫の実刑であるゴディン・ディエムが、南ベトナムの初代大統領となったが、生涯を通じ結婚しなかったため、ゴディン・ディエムの実定で、大統領顧問を務めるゴディン・ヌーの妻である彼女が、マダム・ヌーと呼ばれ、事実上の南ベトナムのファーストレディとして振る舞うことになった。1963年、カトリック教徒優遇政策と、仏教徒に対する弾圧を推し進めた。 GM 政権に抗議して、首都のサイゴン市内で、昇進自殺を完遂した、僧侶、ティック、クワンドックの行動を、あんなのは単なる人間バーベキューよ、僧侶が一人バーベキューになったからなんだっていうの、西欧化に抗議するのに、アメリカ製のガソリンを使うなんて矛盾してるわ、などと、英語で、アメリカ合衆国のテレビインタビュー上で大方言を、した。マダムヌーのこの発言は、 世界中のメディアで報道され、とてつもない大品縮を買い、直後に謝罪をしたものの、世間は黙っておらず、当時の南ベトナムの事実上の創始国である、アメリカ合衆国大統領のジョン・カイ・ケネディもこれに、激怒し、これは1963年11月の軍事クーデターの一員になったと言われている。このような発言を連発したことと、実力者である夫の脅しを借りて、 強権的な態度を取り続けたことから、欧米のメディアから、ドラゴンレディというあだ名をつけられた。1963年11月の軍事クーデターで、GM 大統領及び夫のヌー大統領顧問は、殺害されたが、マダムヌーは生き延び、国外逃亡した。1964年に、南ベトナムに戻ろうとしたが入国を拒否され、事実上の国外追放となった。その後、 ベトナム戦争の期間を含めて帰国することは叶わず、アメリカ合衆国やイタリア、フランスなど、欧米諸国を転々とした。その後統一され、社会主義国となったベトナム社会主義共和国にも戻らず、2011年4月24日に、イタリアのローマの病院で死去した。長女の NH レッドイは、1967年4月12日に、フランスのロンジュモーにて、 22歳で自動車事故死した。ジジョノン NH リフーイエンも2012年4月16日にイタリアのローマにて52歳で姉と同じく自動車事故により死去した。ありがとうございます。